新風会公明の竹内和順です。9月定例会一般質問の前に、この夏の8月4日、局地的豪雨がこの勝山市を襲いました。幸いにして人的被害はございませんでしたが、被害に遭われました方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を念ずるとともに、行政そして議会一丸となって復旧活動に取り組んでいきたいと、そのように思っています。またそんな中、8月28日東京で開催されましたバドミントン世界選手権大会におきまして、勝山市出身の山口茜選手が2連覇という偉業を達成されたという一報が入ってきまして、手をたたいて、勝山市全体が喜んだのではないかなというふうに思っています。彼女に対しまして心からの敬意と感謝を申し上げたいなというふうに思います。それでは私の一般質問4問よろしくお願いいたします。まず第1問ですけど、勝山市市民憲章についてでございます。今年度4月に勝山市市民憲章が制定されました。ようやく勝山市にも市民憲章が誕生したわけで、素晴らしいことかと存じます。市役所本庁をはじめ、市内各公共施設や小学校、中学校等に掲示されています。そして、10年後の町の姿に掲げる勝山市の実現のため、市民一人一人が未来を展望し、誰もが住みたくなる町を築くために、市民憲章を掲げています。勝山市は雄大な九頭竜川の流れに抱かれた豊かな自然の中で、伝統、文化、産業を育んできた町でございます。私たちはこの美しい郷土を愛し、誰もが安心して暮らせる希望と活力あふれる未来を実現するため、ここに市民憲章を定め、行動します。と第6次勝山市総合計画に謳われています。そこで現在この市民憲章をどのように利活用されているのかお尋ねしたいと思います。市民憲章は全国の都市のうち約9割近くが制定をしています。以前まではあまり大きな話題にもなることなく、ただの飾り物で鏡餅の上のみかんのようなものだなどと言われてきた市民憲章でもありましたが、ここ数年前からまたさらに注目が集まっているようでございます。一つにはイギリスの市民憲章に倣って行政サービスの見直しが進められてきている。二つに地方分権の流れに沿って地方自治条例が具体的に検討されつつある。三つに町づくりへの市民参加意欲を喚起するツールとして利用されつつある。四つに声に出して読む美しい日本語の例として市民憲章の文章が見直されてきている。5つに地域における障害学習や初等教育のテキストとして利用されつつあるなど、市民憲章は一人一人の日本人が21世紀の日本の社会を考える上で大きな意味を持つようになってきているわけでございます。本市勝山市にあっては市民憲章は誕生したばかりで、検証しようがないのかもしれませんが、逆にそのような点を考慮して、今後の利活用に生かすことはできるのではないかと考えます。
市民憲章には市民の皆さんの町に対する愛情を醸成し、町づくりへの参加意欲を喚起するという大きな意義がございます。自分の住む町への愛情が芽生え、町づくりへの関心や意欲が湧くとしたら、それは強制や義務や利害関係ではなく、例えば繰り返し声に出す、心を込めて願う、親しい人と共に作業するといった理屈を超えた行為が契機となります。したがって小中学生でも理解ができ、音読したとき心地よく耳に入ってくるという市民憲章は、多くの市民の皆さんの参加意欲を潜在的に決定づける力を持っていようかと考えます。このように日本の市民憲章は昭和されるに適した言語表現がなされていますから、成人式や祝賀式などの公式行事の場において市民憲章を昭和する市は少なくございません。一緒に声に出して言うことの意義は大きいかと考えます。市の見解をお伺いしたいと思います。その前に、改めて市民憲章を音読したいと思います。一つ、私たちはいつも共につながり合い、地域の未来を作ります。一つ、私たちはいつも気持ちを高め合い、町の楽しさを作ります。一つ、私たちはいつもお互いを支え合い、暮らしの安全安心を守ります。一つ、私たちはいつもお互いを理解し、力を合わせる心を大切にします。一つ、私たちはいつも夢を持ち、チャレンジする心を大切にします。素晴らしい市民憲章かと思います。市の見解をお伺いしたいと思います。勝山市市民憲章についてお答えをいたします。この4月にですね、スタートいたしました第6次勝山市総合計画、これの策定に合わせまして制定をいたしました勝山市市民憲章は、この総合計画に掲げた10年後の町の姿、ワイワイワクワク安全安心の町勝山、これを市民、行政、各関係機関等が一体になりまして実現していこうという思いを今武雄市議員音読していただきました5つの項目に込められているところでございます。そのためにですね、より多くの市民の方に触れていただけるように、現在、市内の各公共施設に掲示しているほかですね、市のホームページのトップページへの掲載、それからさらには各ご家庭、そして地域、企業などにおいて、掲示をしていただけるようにですね、ホームページからポスターを自由にダウンロードできると、こういった取り組みなどをして浸透を図っているところでございます。ご質問の市民憲章につきましては、まずはですね、小中学校などの教育現場、それから社会教育活動などさまざまな機会を捉えた周知、これをやっていき、そして、なおかつですね、さまざまな媒体を利活用しながら、広く市民に浸透させていく、これをやっていきたいと思います。それとですね、それとともに、これが一番大切になろうかなと思いますが、やっぱ市民憲章が多くの市民の皆様に共感していただける、
まあ、こういったことが一番大切かなというふうに考えております。まあ、こういったことを第一にですね、今後のまちづくりを通じまして、取り組みを進めてまいりたいというふうに感じております。以上です。どうもありがとうございました。ご答弁にありました、共感していただくのがまず第一というお言葉でした。作って終わりじゃなく、やはりこんな立派なものをですね、飾っておいて終わり、こんなもったいない話はないかなと。作り上げた時には、行政の英中を結集して、この5つの文々が出来上がったんではないかなというふうに思います。そしてまた市民の皆さんに、周知して、そして共感をいただく、そしてこんな町を作っていこうさという皆さんの心の中に浸透していく、まあ、これが市民憲章、この2万3000、2万2000のみんながですね、それに向かって、こういう町で頑張っていこうと、みんながですね、これになったら、それはそれはすごい勝山市の力になるんではないかなというふうに思いますので、共感、そして皆さんでその行動を共にするというふうなことを、念じてやみません。どうかよろしくお願いします。2つ目に、平泉寺白山神社33式年祭にあたって、ご質問したいと思います。平泉寺白山神社33年目のお開帳が令和7年に迎えることになります。まあ、平泉寺ではお開帳お開帳って俗に言わさせてもらってます。前回のお開帳は平成4年5月14日から18日まで5日間にわたって行われていました。お開帳というものはどういうものかと言いますと、仏像、祖師の像、あるいは霊宝などは、秘蔵扱いのため平生は拝めることができません。がしかし一定期間だけ広く一般に公開拝観させる行事が、開帳というものでございます。古くは唐の時代、釈尊の指の骨を開帳するとか、国家の平安を祈ったというのが有名でございます。日本でも中世以降、善光寺、醍醐寺、法輪寺などで行われたと言われています。平泉寺は神仏分離によって白山神社になりましたが、お開帳は続けられていまして、ただし33式年祭と名前を変えたものでございます。平泉寺の歴史本平泉寺史要によりますと、中宮平泉寺の本尊すなわち白山大権現の開帳は33年ごとに行われ、本地は11面観世音なるをもって今もなお33式年祭と称して会長を執行すとの記載がございます。その後の会長は昭和元年4月次いで昭和34年7月そして平成4年5月と続くものでありました。前回の平成4年はまた平成30あごめんなさい昭和37年11月に白山が国定公園から国立公園に昇格して30周年その記念の年と重なることとなり、国立公園の記念行事を勝山市が主催し、お会長にあやかって5月に記念式典を挙行、各行事が開催され、式典には知事をはじめ環境庁その他の来賓の方々が参列されまして、当時の今井市長が挨拶され、
栗田知事からも祝辞を頂戴されているということでございます。今度の御開帳にあたって市の取り組みの考えのほどをお伺いしたいと存じます。令和7年の1年前の令和6年は北陸新幹線福井県内開業の年でありますし、1年後の令和8年春には中部縦貫自動車道全線開通の運びとなります。県とタイアップして記念事業を行うにあたって勝山市のアピールするいい機会ではと考えます。市の見解をご所見をお伺いします。平泉寺の白山神社33年式年祭についてのご質問にお答えをいたします。令和7年に予定されています式年祭は平泉寺白山神社の重要な行事であると同時にですね、私ども勝山市にとっても大変大切な行事、イベント事業になると、そのように思っています。前回平成4年には14万8000人の参拝者があったとお聞きをしています。私もですね、30年前当時職員の一人として今の精進坂の下でいろんなお客様のご案内をさせていただいたことをよく覚えています。今ほど、平成6年令和6年そして令和8年と私どもが控えています、いわゆる高速交通体系の整備のお話ありました。今おっしゃったようにこの令和7年のこの前後にですね、本当に長い間待ち望んだ私ども福井県勝山市にとって大切な高速交通体系の整備があるんですが、この令和6年はですね、私どもこの勝山市も市政施行から70年というふうな一つの節目を迎えます。それからですね、前年令和5年秋にはこの北陸、これは北陸新幹線に合わせてということではございますが、JR の北陸ディストネーションキャンペーンが予定をされています。今おっしゃるように令和7年前後にはそういった観光関連イベントが多数揃っているところでございます。言うまでもなく白山平泉寺は私ども勝山市がですね、全国に誇る歴史文化遺産でもあり、私どもにとって最も重要な観光資源であると、そういった認識を持っています。私どももぜひこれにあやかりたいと、前回その30周年ですね、いわゆる国立公園昇格30周年というような形であやかったように、私どももぜひこの大勢の観光客の方がお見えになる可能性のある式年祭を、そういったのは何なんですが、活用させていただくべきだと、そのように考えています。式年祭の中心となります平泉寺白山神社、それから地元の平泉寺区、あるいは六千坊、こういったところと協力をしながら、記念行事、観光振興イベントを開催することで、機運の盛り上げ、PR、そして来訪者の受け入れなどを進めてまいりたいと思います。詳細につきましては、地元の平泉寺区や株式会社六千坊と協議をさせていただきながら、できるだけ早い段階でですね、白山神社など、中心となる関係者のご意向などもお聞きをしながら、それぞれできること、できないことはかなり明確にありますので、私どもが施行70周年記念、あるいはディストネーションキャンペーンの形の中で、精一杯のことをやりたいと思っていますので、分かり分担、スケジュール調整を図ってまいりたい、そのように考えています。いずれにしましても、竹内議員におかれましては、地元のこういった諸事情に詳しく、また式年祭についての知識も豊富とお見受けをいたしますので、ぜひ市と地元を空との架け橋としてご支援、ご協力をお願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。市長ご答弁どうもありがとうございました。また心強いご答弁頂戴しまして、身に余る思いでございます。住民といいましょうか、市民といいましょうか、今からもう緊張しているわけなんですけど、やはり33年に一度回ってくるのにはなかなか巡り合うことがなく、この年でまた巡らさせてもらったなというのは
このご縁に合わさせてもらえるのはありがたいなというふうに思っています、日本中あるいは世界から、来ていただきたいなと。そのためには、区民としてですね、区として、どのようにお迎えすることが出るかというようなことで、今から本当に緊張しているところなんでございます。どうかまたよろしくお願いしたいなというふうに思います。3点目ですけど、市民交流センターについてでございます。現在の勝山市市民交流センターは、9年前の平成25年4月1日から財団法人奥越地域地場産業振興センターが解散され、同日付で勝山市が譲渡を受けたものでございます。勝山市の公共施設、勝山市市民交流センターとして活用することとなりまして、現在に至っているものと認識しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、令和2年4月25日より、健康の駅ゆったり勝山の営業は休業となっておりまして、合わせて施設内の勝山市地域子育て支援センターカンガルーのお部屋も今年度から閉館となっております。当施設は市民活動センター機能等を市民交流センターに移転しまして、児童福祉、高齢者福祉、まちづくり、産業振興等の複合施設として整備されまして、有給施設を有効活用して公益機能の再編集約化を図る目的でスタートしたものと聞いています。奥越地域地場産業振興センター施設が有していました機能は、一つにインキュベート、二つにマイワーク勝山、三つに子育て支援センターで、新たに移転した市民活動センターが有していました機能の4つ目、市民活動ネットワーク、そして5つ目の健康の駅ゆったり勝山が合わさった5つの分野が機能している施設でございます。そこでお伺いいたします。まず当施設の5機能のうち、子育て支援センターとゆったり勝山は閉館および休業で、2機能は活動していなく、他の3機能は稼働しているのか、その状況を教え、願います。ゆったり勝山が休業ということは、現在、高齢者福祉事業はどのようになっているのか、公共サービスが低下していることにはなっていないのか、心配でございます。また子育て支援センターについては、福祉健康センター健やかにその機能を相談所として解消しているとのことで、児童福祉事業はうまく回転しているのかなと思っていますが、この両施設ともコロナ感染でこのようになってしまったものですが、両者とも児童福祉と高齢者福祉、どちらかと言いますと、弱者的な立場の機能がこのようでは残念でなりません。弱者にこそ手を差し伸べるのが行政の大事な一面ではないかなというふうにも思います。アフターコロナの時代もそう遠くはないのではと思いますが、今後の見通しはどうなっているのか、お伺いします。ご質問のございました市民交流センターについてのうち、はじめにインキュベート施設マイワーク勝山および市民活動センターの現在の稼働状況についてお答えをいたします。まず勝山市インキュベート施設でございますが、この施設はですね、これから市内で創業もしくは
創業後3年以内の企業または個人を支援するために活動スペースとしてお貸しをしているもので、現在3部屋ございますが、そのうちの2部屋で入居がございまして、それぞれが事業活動を行っているところでございます。次にマイワーク勝山につきましては、これはハローワーク大野に場所をお貸ししまして、職に関する相談業務を運営しているもので、今年この8月末時点での利用者数は延べ2575人となっております。そして市民の自主的な社会貢献活動、これを支援する勝山市市民活動センターにつきましては、運営する市民活動ネットワークに現在41団体が加盟しておりまして、事務スペースや会議室並びにイベント会場として活用しているところでございます。木船健康体育課長。市民交流センターについてのうち、ゆったり勝山休業における現在の高齢者福祉事業についてお答えします。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和4年4月末よりゆったり勝山の入浴機能については休業となっております。従来ゆったり勝山では高齢者の介護予防教室としてお出かけサロン事業やアンチエイジング講座等を実施しておりましたが、入浴機能の休業および感染症拡大防止対策に対応するため、令和2年度から介護予防教室の内容の見直しを行っております。市では現在高齢者の介護予防に向けまして、レクレーション等による交流を目的とした生き生きサロン、運動を目的としたアンチエイジング講座を実施しております。また市内の介護サービス事業所において、運動指導と送迎付きのはつらつ教室を実施しておりますので、高齢者の方にはご本人様の状態やご希望に応じてどちらかの教室を選んでいただき、参加していただいております。今後も継続して高齢者の介護予防事業を推進してまいります。黒瀬福祉児童課長。市民交流センターのうち、市民交流センターについてのうち、子育て支援センターの児童福祉事業についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症への対応のため、市民交流センターでの開館を停止しています、子育て支援センターについては、現在、福祉健康センター健やか内で相談業務を中心に様々な工夫をしながら実施しております。当面は健康体育課の保健師や管理栄養士、福祉児童課の保育士などの支援により、充実した相談体制が確保できる現在の健やかの中で運営を続けてまいります。なお、福祉事業については、令和5年4月に国で、子ども家庭庁の設置が予定されていることから、今後の子どもたちに対する支援の在り方も変わってくることが予想されます。中央公園や教育会館を含めた公共施設の再編も検討されている中で、国の動向を注視し、関係機関と連携を取りながら、施設の在り方を検討してまいります。
それぞれの部署の課長さん、どうもありがとうございました。市民交流センターっていうとイメージがゆったり勝山とカンガルーっていうイメージがちょっと強ございまして、そんなんあったんかっていうから失礼な、まあもっと会話なあかんかったなってちょっと反省しているところでございますけど、それぞれで、事業がなされているということをお聞きしまして、まあ、さらにですね、宣伝というかこんなこともやってるんだというものを、まあ、僕だけかもわかんないんですけど、もうちょっと知っててもらえるとありがたいななんてちょっと思います。またゆったり勝山のところでは介護予防事業を継続的にまた、変わった形できちんとされているということであれば、まあ、高齢者福祉のそのサービスが低下していることではないんだというお話を聞きまして、ちょっと安心しました。それと、カンガルーの児童福祉サービスですけど、健やかの方で私も見させてもらいまして、 あそこにはこんな畳の部屋があるんだなって初めて知ったわけですけど、まあそこに行って、まあ、委員会でも話は出てきているんですけど、やはりいろんな今答弁にもありました、いろんな方がその健やかに専門家がきちんと常駐しているっていうのは、お母さん方にとっては非常に安心かなというふうに思いました。やっぱ病児的とか初めてのお子さんを持った時には、それはそれは不安かと思います。ちょっとした表情ことで相談したいというようなことがあろうかと思うんですけど、すぐそばにそれぞれの専門の先生がおられるというのはありがたいなというのと、1階ですのでちょっと外に出て芝生がありますんで遊ぶこともできるし気持ちもいいなと、窓があったかなっていうのはちょっと心配だったんですけど、まあ、そのような形で今ほど家庭庁長等のですね、まあ、動向を見ながらというようなことでございましたので、もうそれも大事だなというふうに思います。まあ、健やかの相談所はうまいこと言ってるかなというふうな感じはしました。それと最後に公共施設のどのこのちをお話がありまして、まあ市民交流センターも立派な建物ですけど、まあ、何年経ったのかあれですけど、まあ、そのようなこと時期が来たら、まあ、いいものを考えてほしいなというふうには合わせて思いました。それでは最後に4番目の、広報誌、広報勝山について、質問させてもらいたいと思います。どの自治体にとりましても情報発信や広報というものは大事な機能でございます。昨年12月議会で下巻議員が情報発信について、情報発信の重要性について、戦略的な情報発信についての観点から質問されていまして、秘書の見解を伺ったところでございますが、今回私の方からは勝山市が出しています広報誌、広報勝山に限っての広報についてお尋ねしたいと思います。広報勝山は勝山市内の約7200世帯に配布されています。1世帯に一部でございます。3人家族、5人家族のような複数家族のあるお家では、家族内で順次手に取って読んでもらったり、あるいは家族内で、こんなことが書いてあったよと、内容などを団らんの中で共有するご家族もあろうかと思います。いずれにしろどれだけの人がこの広報誌を手に取ってくれているのか、読んでくれているのか、たとえペラペラとページをめくるだけでも手に取ってくれているだろうか、広報誌担当者にとってはもちろん、すべての勝山市民の方に手に取っていただきたいと願っていることと思います。その思いのほどを
お聞かせ願えればありがたいかなというふうに思います。小学校や中学校、そして高校でこの広報誌を教材として使っていただければ、若者世代も含めてまた多くの目にも留まることになるのではと思います。とにかく多くの方に手に取ってもらいたいと考えます。市の広報誌はそのくらいの重要度を持っていると私は考えます。2点目ですけど、全国広報コンクールというものがございますが、当コンクールに応募したことが勝山市はあるのでしょうか。1964年に始まった同コンクールは、公益社団法人日本広報協会が年一度主催していまして、地方自治体の広報活動の向上を狙いとしているものでございます。このような機会を利用して広報活動の質を上げるとともに、今度は入賞を狙っていこうなどと仕事に張りが出ていきますし、やる気も起きてくるのではと思います。やはり入賞作品というのはそれだけいいものだということで、勝山市民の皆さんにも伝わるものがあるのではと思います。何よりもそれが市民の皆さんに還元されることなら本望ではないかというふうにも考えます。最後に、広報誌発刊にはいろいろな目的が考えられますが、役所の職員にとって発表の場でもあるのではと考えます。学芸員ばかりが特集記事等を担当するのではなく、各部署の職員もその道のプロでございます。その部署で学んだことや今やっている事業の本意、その心など市民の皆さんに役所の仕事を分かってもらえるいい機会になるのではと考えます。役所と市民の皆さんとの橋渡しのツールになり、信頼関係も深まるのではないでしょうか。今度はどの部署の内容が掲載されるかなと、読み手にワクワク感が起きてくるのではと考えます。以上、市の見解をお伺いいたします。広報誌広報勝山についてお答えします。最初に広報勝山に対する思いについてお答えします。広報勝山は勝山市の情報発信において最も重要な手段の一つであると位置づけています。広報勝山の作成は、表紙の写真や特集記事、市からのお知らせなどの記事の内容や掲載する時期について十分に検討した上で、さまざまな機関や各種団体、市民の皆様に取材を行いながら作成しています。より多くの市民の皆様に手に取っていただきたいとの思いから、令和4年2月からは、スマートフォンでも読める電子版広報勝山の LINE での配信を開始しました。また、今年度からは新たな取り組みにも挑戦をしています。その一つが、広報勝山の表紙に掲載するモデルの募集です。広報勝山の表紙に勝山市に関わりがある方に登場していただくことによって、市民の皆様からの関心を高めて多くの世代から親しまれる広報誌となることを期待しています。今後も若者世代をも含めた多くの市民の方々に広報勝山を手に取っていただけるよう取り組んでまいります。次に、全国広報コンクールへの応募についてお答えします。全国広報コンクールは、福井県広報コンクールで優秀な成績を収めた自治体が福井県から推薦を受けて応募することができるコンクールです。勝山市においては、令和3年度の福井県広報コンクールの写真部門において広報勝山が優秀賞を受賞し、
全国広報コンクールに応募いたしました。残念ながら入賞は叶いませんでしたが、引き続き県広報コンクールで選抜され、全国広報コンクールに応募できるよう研鑽してまいります。最後に、広報勝山が市職員の発表の場になりうるのではないかについてお答えします。広報勝山では、毎号勝山市から市民の皆様に今一番伝えたいことをテーマにした特集ページを 4,5 ページ設けています。特集ページでは、行政からのお知らせや各種制度の説明のほかに、特集テーマに関連する市民の皆様に登場してもらい、その生の声をインタビュー記事として掲載しています。今後は特集に掲載する行政からのお知らせを通じて、担当する市職員が紙面に登場する機会を増やしていきたいと考えております。市職員が紙面に登場し、担当する業務を分かりやすく説明することで、より信頼できる候補者になるよう努めてまいります。どうもありがとうございました。この広報誌一時、あれこの紙質ちょっと変わったなと思って、なんやこれって思った時あるんですけど、また復活して、いい紙といいましょうかに戻ったみたいで、ほっとしたわけですけど、よく委員会とかでも広報誌に広報誌で、告知周知してます的な答弁がよく出てくるんですね。それ読んでるんかって思うんですね。まずやっぱりどんなものであろうと読んでもらうと、手に取ってもらうというのが第一かなと思うんですね。そこに置いてあるのは分かってるけど、開けたことがないじゃなくて、やっぱしかし最近の広報誌は手作り感があっていいなとは思ってます。そんなこと言うと怒られますけど、行政的情報さえ出してればみたいなんじゃなくて、手作り感があるななんて思って見させてもらってます。そういう意味では、福井県の広報コンクールに、そういうおかげで、優秀賞を取ったんじゃないかなというふうに思います。やっぱ手作り感というのは読者にしてみれば必ず分かります。本当に伝えたいと思っているのかどうかというのは、市民の皆さんには、1年や2年では分かんないかも分かんないですけど、ずっと見てると分かります。そういう意味ではこの広報誌というものは非常に大事だなというふうに思っています。そのような思いで、一月ですので、大変なのは大変なんですね、これ。はい、年に4遍だけとかっていうんではなく、一月にあれ一冊仕上げようと思うと、相当の労力がいようかと思います。それで頑張っていただいてですね、市民の皆さんと行政とはつながっていく唯一の手段かなと、いろいろありますけど、そのように思いますんで、さらに精進していただいて、いい広報誌を作ってほしいなというふうに思います。以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。